はい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 、はい、では今回まずは謝罪の方からついにやってしまいましたね。はい、はい、私たち3連敗とでも3度目やばい、これはダメやばい、うん、もうね、でそう、それについてやっぱ3人で話し合って真剣に、そうですね、何がダメなかったのかっていう、ね、そう、まず2つ理由があって、まあ、1つ目は服、はい、うん、この舐めた服はダメ。そうですね、ちょっと変えちゃったんですよ、はい、僕が前回、これはダメ、もう服は変えなきゃダメ、これはちょっとダメですね、うん、そう、もうちゃんとこのブルースーツにして、そうですね、やっぱちゃんとしばっかっこから、うん、この舐め腐った服、そう、舐めた背景もこれですかね背景がまず舐めてるんですよね。そう、麻雀に対して真摯ではない。つぶつぶいちご。つぶつぶいちごいいかなと思ったんですけどね。ダサすぎだろ。なんだよこれ。この何でつぶつぶいちごとストロベリーで固めたの。おかしいでしょ。ちょっと癒し路線で行こうかなと思ったんですけど。やっぱりこれ。やっぱりこれ。あれ？吐きちゃう。あ、これか。オッケー。まずこれが一つの理由。なるほど。でもう一つはやっぱオカルトが足りなかった。それはある。そう、うん、結局そこそれだな。そうですね、原点に戻ろう。はい、あの頃はなんかね、そう思ったね、大認定戦だからってそう真面目にやろうとしてた、真面目にやろうとしてた節はあった。それはあるマジで。でどうしようもなくなった時にあの真面目にやりすぎて、そう、まあそれでドツボにはまったっていうところはある。 その負のスパイラルからね抜け出せなかった。そう、だから今回オカルトふんだんに使って、はい、負のスパイラルを抜けましょう。取りに行きます。さあもうこれ、これはもう負けれまして、大丈夫かな、相手、相手重要、あ、9段がいますね。あ、でも4段を狙い撃ちする。いやでも4段最近やっぱ将棋でも何4段ですか、何4段ですか。中うな4段ですね。ハイパイが悪い。なんだこのハイパイは。終わってやがる。いやまあでも厄介が統一である時点で、確かに、あ、ついとる、確かに、あの僕ら泣いてかなかったんで、最近そうですね、そうだね、確かにそれも面前で行こうとしすぎた感じが。じゃあもう泣いてこう。うん、結構泣きは重要かもしれない。泣き待てろ。クスースをつもぎりからスタートですけど、あれは怖え、やばいっすね。じゃあトン来たら速攻泣きますわ。わかりました、はい、もう神に誓います。え、おー、いい、でもツモの流れはいいですね。いやもうやっぱオカルトに徹底するって考えたんで、あれ完全に隠し武装いってません、はい、そうですね、これもうツモの流れがいいときはツモの流れを変えない、だから泣かない、これはもう決めました。この手は面前でいきます。あ、流れましたね、流れましたけど、はい、でも逆に泣き返してツモを持ってきたい、これは、はい、あー、なるほど、持ってかれたもんは持ってき直さないと、そう、やばいっすからね。いやー、怖いなぁ、もう息が怪しくなってしまったか、入れますかね、これ最悪、白を国やってますからね、国一もありますから、ね、9万出てきましたよ、キューピング4枚枯れた、これで大丈夫。あ、ほんと均衡を破るのは誰なのか、これはチートイワワンチャン、うん、白は切りたくねえ、終わったまだだ、まだだ、流れを変える、切れますかね、あ、え、うん、おぉ告知かと思った、うん、お、本密か、この箔は俺は抱える、なるほど、切れないですか、もうこの箔と真珠するわ、真珠いいですよこれ、いいですね、リスチーピン3ピンでテンパイ、箔はもう考えない、怖い、いや俺白短期全然ありだと思ってるよ、ちげえよ、そんなわけないもんだって、ほらね、おおシャアシャア、あ、シャア直前で来た、サンピン、誰が上がりを勝ち取ることになるのか、ほらな、こういうことなんですよ、晴れた、まったくよ、ええいやあれ白、白絶対なかった、そういうことだ、あれは白絶対、白2枚持ち、あ、流れてポンテンだったんだ、あ、ポンテンだったんか、そしてそれを流した俺、おー、つまりクレン、これはでかい、これハイパイに決まった、きたー、ハイパイに現れてますやっぱりオカルトはある、いやー今いい感じでしたね、これさ、はい、いい、いいですよじゃあふざけてはない、マジで
ふざけではないんです、ね、真剣に染めにいた。ヨアだろ。おお、やばい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 、これはリュウイソンもワンチャン。え、でも何シャンテンだ ?1、2、3。 え、リュウイソン4シャンテンじゃん。全然いけますよ。このピンズはやっぱ意思、意思表示、範囲に対しての染めるぞっていう。染めますよ。パーソンコナイかな。この今も意思、もう染めしかやりませんよという。そう、来る、これで来るはず。いやー、いいですよこれ。上がりたいところです。うーん、嘘が欲しいけど。なん、ここはスルー。いや、全然いいところしかないな。来た来た来た、神神。あ、来た、これは来た。おお、ほんと、あと1枚。あ、これ、これ初の勝つから切っちゃいますね。リュウイソは見ない。あー、これは来ましたね。これテンパイでリーチで即論です。そういうことですわ。もうそういう展開しか見えませんね、これは。何？いや、ここでテンパイしなかったっていうことはやばいっす。あ、ちょっと正直こうっすよね。大丈夫大丈夫。スーソーはまあ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 って感じですよ。まあこのスーソーはポンテン取るっしょ普通に。ここでさ、これは、いや、ごめん、俺慎重に行くわ。あー、全然いいと思いますよ。なぜならスーソーを俺がポンして殺しとるから。あー、まあでも切れたかどうかわかんないけど。ちくしょう、今通る。おらー、おーし、来てしまった。これは来てしまった。オラーとか言っちゃった。めっちゃ相手だ、相手だ。そうそうそう、しかもそれでイーハンアップっていう。おお、マジか、いけ、大正解中の大正解だった今。めっちゃオラーって言っちゃった。嬉しすぎて。ロンじゃなかったもんな。また行くのか。今はもう染めの流れ。このゲームは染めゲーや。そう、染めの流れには逆らっちゃダメ。なるほど、簡単に逆らっちゃダメなんですね。そう、せっかく自分で染めの流れを作ったわけじゃん、さっき。わざとさ、ピンズを先に着てってさ、その流れを作ったのに捨てるのはもったいない。あ、そうなんですか。まだ使う。まあ、確かにこれ、ローピン、ーローピン以外、かなり使いますからね。そう。おー、いいよいいよいいよ。いや、もうこれは余裕。泣いていく感じいいですよ。当然。チーピンがどう、おー、これはいいですよ、マジで。これでピンズがほぼほぼオールオッケー。え、何がいてもいいですよ、これ。全然いける。ポンしたら、あっちはなんだ、トイトイ。いや、ただの厄介か。ってことは、ウーピン引いたら強いかな。ウーピンですか。サブロッピン待ちの辺にしたいね。3ピンで待てるのはいいですね。そう、場に緊張感が漂っている。いやー、でも普通にもうポンでいい気もしますよね。九段が少し場が落ち着いてきたかね。だいぶ超高しとるね。しかも全部あれだね、手出しだから。おお、これは俺ね、こっちだと思うんすわ。えー、なマジで。お、マジすか。オーラを信じてくれ。わかりました。あ、そう、え、えー、あー、ウーピンロー、すげえな。ウーピンめっちゃ星取ったんだな。二度受けですか。すげえすげえ。このタイプの二度受け新しいな。ああ、さすがにすごいですね。でも2000点なら許してあげよう。そうですね。あ、でもこの親流したら、うわ、また染めっぽいよ。染めだ。だって染めの流れ作ったじゃん俺が。継続している。続く続く、続けましょうね。そう、あのね、あそこでさ、早めにさ、ピンズから払ってったじゃん。 あの意思表示はマジで永遠に続くから、マジであれは本当大事。じゃあ次も、もちろんもちろん、この染めの流れが続く限りはね。確か振り込むまででしたっけ。うん、うわあ、すげえ、うわ、すげえぞ。全部染まる。3ピン来い、3ピン。まあ3ピン来ればやー手っ取り早いんですけど、多分厳しいんで、どうでも、まあでも泣いて泣いていけますかね。チューンかぶったら神。ちょっとツモが悪いね。これ泣いていこうか。そうです。上から泣けるのがベストかな、多分。おお、泣かずともかって感じですか。
いやー、パーピンでも3ピンでもやばいっすよ。さあこれはスルーしようかな。ここはスルー、大丈夫、まだ大丈夫。ただこのチューンはやばい。あー捕まったかな。やばーす。うっそでしょ。マジか。え、これは終わったわ。あー、スーソーもダメだ。あー、ダメだ。この流れはやべえ。これはスーソーもペイもチューンもダメだった。マジ、そうだった、全部ダメだった。もうダメだ、終わった。あそこでベタ折りを選択しないといけなかったのか。いや、あれは厳しいでしょ。普通にあれでしょ。しい、そんなはずがねえ。俺のオカルト戦法に間違いがあるわけがねえ。もうダメだった。俺は正しい。早く来い。終わってる。くそ、ツモがヨレヨレじゃねえか。いや、これ結構いいっすよ。で、泣く。で、を泣かせろ。くそ。いやー、かなりいいっすよ、これ。ただ、手がいない。スーピンが非常に厳しい。ここも我慢した。流れは染め。ああ、なるほど。全然いいっすよ。来た。このポーまでいけ。怖い。くそ。いや、ここ買っていただかないと。まあ、ペイドラドラだってもう。1位なのにめっちゃ焦っとるっていう。確かに1位なんですね、今。いや、さっきの振り込みはマジで怖い。ねえ、あれ完全に流れ持ってかれたやつでしょ。じゃあ、お、来た。じゃあ、これさ。初で振り込むパターンなんだよ、ね。え、嘘でしょ。あー。完全に左がンピン行って、そう、それの方が多分俺いい。やばい、やばい。シンドラはカーピン。あ、初切ってきた。振り切った。終わった。いやー、ダメだ、これはもう。なんか、多分その急走で振り込みっすね。トイトイドライオン、パク。俺はまだ終わらねえ。パスを勝ちそう持ってこい。あ、確かに。パスを勝ちそうならセーフ。うおー、終わったー。3ゾーン切って、急走。舐めるな。振り点だろうが、待ちは待ち。来た。いや、終わってますよ。あ、チーソー0枚だったー。バカー、おバカー。パーソー、いや、厳しいぞ、それは。いや、まあ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 、さすがのテンパイ取りでいこうか。オッケーオッケーオッケー。国志のあー、9。え、何マジ、白マジだ。あと1枚か。ビビったあ、ワンチャン勝たんで。全然見てなかったな。あ、国志貼っとんなよ。多分ハク引いてたら加算してましたよね。そうだね、さすがにね。そして手は、いや、流れたのできんよ。まだ流れは一番第2転生、めちゃくちゃの流れが起きます、ね、レベル高えな。さて、とりあえず染めの流れ終わったくさいんで、はい、確かにチューンから切ってみますか。変えてこうか、流れ。いや、薬杯を重ねて即上がり戦法にしますわ。あー、なるほど。たまにはそういうのもね、大事。雲切りが続いてしまった。ちょっと厳しめですかね。大丈夫大丈夫。イーソーリャンズをかぶればちょっと良くなるかな。プレイヤーホンダ、はい、効率でいこうかな。何ペイは残すんですか。いや、何ペイ重ねてえなと思って。あー、全然違うところが。なんでさ、ごめんって感じだわ。これね、残すわ、多分。ペイから切ってくるんですか。いや、でもこのナンもやばいよな。ダメだ、もう、もう、俺ボロボロだわ。いや、まだ、まだ何とかなりますから。オッケーオッケー、これはできない。で、相手がマンガン、マンガンないな。本一のみ。え、マジ？これでかくないですか。おっと、おっと、でも意外と、いやー、でも本当上がったも上がった方が勝ちみたいな感じ。でも俺はここまで上がりを貯めていた。確かに。そう、わざと上がらずにな。なんだこいつ。おう、このためだったんだよ。ここでもう一気にスピードマージャン幅広く。確かになんかこらえてた感はあった。そう、ここでも一気に広げる。もう自敗は全て払う。とにかく広げる。これはもうハイ効率の。うわ、クイタンっぽい。ガン無視。
これでリアンシャンテン。確かにここはもう上がったもん勝ちだからな。そう、とにかく幅広く。ここでも仕掛けない。完全に食いたんなんだよな。こっちも食いたんでいきますか。プレイヤー違う。おーそっち、おーラッチ糸いだ。スピードが速いかな。スピードが命。ローソーパーソー、もう待ちはパスソー決まりだから。あーやばい。大丈夫、バはといつば重なったら重なったでリーチでいける。なるほど、緊張感が漂っている。それでかいっすね。この手で決める。いける、よったかちゃん。うおおなあ、ローソー、なぜローソー待ちは切った。なぜドラ短期。ここはローソーを切る。なんだこれ。そういうこと、これはね、俺そういうことだと思うわ。どうですか。のえ、あったかった、いや勝った、絶対勝った。でも場の流れは圧倒的アンコバ、これは来た。あいやまだだ、まだだ。よったかちゃんが、あーよったか、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 といてのえー、じゃああれこれもしかして、これよったトップですね。よったー、よったかちゃん、シャーリーのまんまじゃん。よったかちゃんが味方してくれましたね、ま、ありがてえ、ありがてえ。中村さんにはかなり申し訳ない感じ。まあというわけでね、まあつまり俺は勝つ。あー勝つわ。これがオカルトの力。勝ち方が、そう、別に特に何もしなくても。じゃあなぜ寄ったかがあったか、あれは俺のリーチにビビった、はい、あなるほど、そう、あ少しでもあのなんか成績を、それはあるかもしれない、成績を上げるために、そう、なるほど。いやマジで九段なんで普通に考えたけど、あー確かにビビった。あ、まあ、早く上がった方が、あ初めて動きましたよ。あ動いた動いた、これ動くんですね。やっとアップした。動くもんなんですね。死にませんでした。4回目にして初めて死にました。あワンチャンあるぜ。次はハムさんか。まあ、やっぱりね、オカルト、麻雀は。あ確かにな。じゃあ俺もちょっとオカルト頑張ってみるか。はい。結局そういうことなんすわ。なるほど。ただ俺若干オカルト信じてない部分がある。いやでも辛くもやっと勝利できましたね。やっとあの流れからね、抜け出したね。いやーあれ 4連チャンスありましたからね。4連飛べ、最後に4連飛べのチャンスでしたから、あれはマジでな。いやでもあれはもうね、来とったな。え正直あれ振り込んでなかったとしても俺上がっとったと思うけどね。ああ、うん、アンコアの流れすごくなかった。だってあれやばかったね。まあそうです、うん、あれで統一の街にしたらまあ上がるでしょ。うんと思うけどな。数層3枚でのリャンゾーだし、あれめっちゃ強かったと思うよ多分あの街。うん、むしろ自分で上がりたかったかな。まあでも結局は1位ですね。結果的に1位取れたのはでかい。そう、ありがとうございます、助かりました、ありがたき。はい、はい、では今回はここまでね、まあ、次回もトップ目指して頑張りますか。はい、課題もあるんでね、課題をクリアしないといけないんで、そう2連勝2連勝頑張りましょう。はいはい、はい、ありがとうございました。どうしょ